現場出てまだ何ヶ月とかなんですけど、毎日もなんか不安な状態 で最近ちょっとなんかあんまり楽しく ない状態が続いてたんで、うん、でもなんか今日こう参加させてもらって、このやり方でやってみるとすごい楽しくできたんで、このやり方がその自分に合ってるのかなっていうのはちょっと今日感じました。皆さんおはようございます。おはようございます。はい、大阪講座でございます。はい、はい、声をちゃんと出していきましょう。はい、早速お聞きしておきます。はい、ビデオダメっていう人手挙げてください。はい、ダメダメ、はい、了解です。声 OK なんですか？声は OK。 お名前は？声 OK と喋っていいですか？お名前なしで M さんでいきましょうね。はい、わかりました。どこから来たっていうのも教えていいですか？大阪の M さんね。はい、ありがとうございます。で、M さんはあれですよね、受講前にこの江坂もご利用いただいてますよね。いただきました。いただきましたね。ありがとうございます。で、ダメ、お顔ダメ、声は大丈夫。声は大丈夫。はい、お名前 K さんでいきましょうか。名前出していいんですか？名前、まあ、名前になる。やめときましょうか。わかりました。はい、唯一男性なんでね。はい、負けずに頑張りましょう。空気が悪い。はい、で、吉野さん OK ですね。ありがとうございます、吉野さんね。で、森野さん、はい、ありがとうございます。はい、ということでございます。はい、はい、今日もね、まあ、しゃべる、今日しゃべることはあんま考えてないな。どうぞ。いや、でもさっきお話ししたら、本当ここ最近 YouTube 見ていただいて、うん、で、受講してたのにすごい報道が入ってた。嬉しいですね。そうですね。はい、Kさん、ちなみにいつでしたっけ、僕たちのこと知ったのっていつですか？もうそこもちょっと前ですね。ほな最近ですね。本当最近の方ですよね、今日来られた方ね。年末年始に僕たちのことを知っていただいて、すぐお申し込みいただいたということでね。はい、さっきもたくさんお話しさせてもらったんで、ね、今ここで喋るネタがなくなってしまってるので本当はさっきまで喋ってたことをこの動画にしたかったんですけどすいません、ついついやっちゃったということでね。はい、まあ、やっていきましょう。はい、今日も皆さんね、その硬い筋肉のほぐし方を学びに来てると思います。で、私たちもそのリラクゼーション業界は結構長い方です。僕で言えばもう17年18年なのかな。まあ、別に歴がね長いから偉いっていうわけでは全くございません。僕が言いたいのは、僕もね最初ガチガチさんできなかったんですよ。10年ほどもう指痛いって言いながらやったんですよ。で、痛くなったら面白くないし、これ何がおもろいんやろってやってる時ももちろんあったんですよ。けど、この曲げ指、天の字俗圧で硬い筋肉に対してはこうやった方が有効的だよっていうことが頭で理解できて、それを実践できたら本当に楽しくなるんですよ、うん、ね。で、それを実践してくれてるのが東京の新見さん、木村店長であって、あとここ江坂店の2人もそう、ね、あと認定さんもそうやし、認定さんじゃない人たちも結果出してる人は出してますから、うん、皆さんできますからね。はい、ね。問い合わせでね、体格小さいですけど、女性ですけどとか言われるんですけど、体格も全く問題ないと思います。そうですね。ね、はい、性別も関係ないし、あと言うならば、そのセラピスト歴も関係ないですよね。関係ないです。ね、で、私来るとき、その電車の中でブログ書いてたんですけども、そこにも書いたんですけど、やっぱりその技術習得に大切な要素っていうのは、やっぱりそのどれだけ熱い思いを持ってね、それを習得しようっていう、その、気持ちがあるかどうか、うん、と僕はあと素直さがある必要かなと思うんですよね。まあ、皆さんはね、僕たちのことを信じれたからここに立ってるわけで、うん、皆さんはあれなんですけど、やっぱその素直さっていうのも非常に重要な要素だと思うんですよね。うん、はい、そのブログ見たっていう人いらっしゃいます？1時間前に出したとこなんでね見てないですよね。いや、もちろんそれでいいんです、ね、また次回の時見といてください。はい、という形で、はい、今日もうまく喋れたんではないでしょうか。はい、はい、じゃあ今日もね、楽しくやっていきましょう。はい、はい、それではよろしくお願いします。お願いします。的な話になってくるんですけど、これはなんとなくイメージできます。だから曲げ指で10キロの圧を入れたとしても、で、曲げ指がちゃんとできてるならば、この指、腕で
再現するんです。これが効率よくほぐす方法です。力入ってる人ってどこってやってるんですよ。首と肩、これを捕まえに行く。これを面でまず取っていきましょう。上から下に揉んであげてください。はい、思ったよりどうだったんですか、はい、受講してみて。思ったより、うんうん、充実して濃厚な、うん、はい、施術を教えていただけたと思います。お、うん、ありがとうございます。結構覚えきられへんぐらいいっぱい、うん、そうですね、うん、なんか、うん、そうですね、全然、うん、追いつかない。追いつかないですね、うん、追いつかないです、うん、まあ、でも1個ずつやってったらね、うん、だからそのビデオを撮らない、うん、撮ってそれまた復習して、そうです、うん、うん、でそので分からん方またちょっと、うん、うん、個人のあれ期待かなみたいな。なるほどね、うん、帰って復習してくださいよ。今日はしないですけどね。今日はしないあ、そうか、今日はみんなでビール飲みに行きます、ね、いや、知らないですけど分かりました。お疲れ様でした、はい、お疲れ様でありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました、はい、どうですか、楽しく学びましたか。はい、楽しかったです。あと、はい、うん、ところどころでなんか、うん、そのスコンって入るとか入ってないんですけど、うん、なんかそういう感じがちょっと分かったんで、うん、これができるようになったらもうむちゃくちゃ楽しくなるんじゃないかなって、うん、あ、なるほど、うん、それが分かりましたか。分かりました、うん、はい、うんうん、もう課題が明確になったっていうことですね。そうですね、あとはひたすらちょっと指鍛えなあかんなっていうのは今日よく分かりましたんで。な、鍛え方分かりました。指の鍛え方分かりました、うん、さっきね、あの、あ、そうですね、みんなでやってた時に、あの、うん、あ、そうか、みんなでやってましたもんね、はい、で鍛えて、あとはその指の入れ方とかね、なんとなくイメージはついてますよね、はい、そうですね、はい、あとはもう実践して実践してね、はい、あのやっていきましょう。はいはい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。モレノさん、お疲れ様でした、はい、近い、近い、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、はい、長い時間お疲れ様でした、はい、どうでしたか。そうですね、やっぱりちょっとこう、うん、長年というか、まあそんなに長年ではないですけども、やってるとやっぱり自分で見逃してしまったりとか、うん、やっぱりこう慣れゆえにうまくごまかしてしまったりするところってあって、でもやっぱり改めて教えていただくことでそういうところがやっぱりこう反省する点でもあるなと、うん、まあ、さっきおっしゃったように指の力っていうのはちょっとこれ頑張らないといけないなと思いました。なんか希望が見えましたか。そうですね、希望っていうかそのね、可能性ですよね。そうですね、可能性とやっぱりこう将来に対するワクワク感っていうのは、はい、出てきています。あ、もうそれ分かってもらうだけでも全然違うよねそうですね、うん、ですね、はい、これを使えるようになったら絶対楽しくなりますよね。はい、はい、まあ、とりあえず鍛えます、うん、はい、ありがとうございます、頑張ってください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、疲れませんでしたか。疲れましたね。ねえ、今日だってあれですよ、あの史上最長、最長ですね、最長ですね、最長です、本当に。だってほら時計見て、もう7時です、もうすぐ7時ですよ。そんなに、だいたい6時くらいなんで、はい、だいたい6時やもんな。そうですね、うん、はい、まあそしたら、まあ、率直な感想、はい、どうぞ。まあなんか現場出てまだ何ヶ月とかなんですけど、うん、毎日もなんか不安な状態で、その自分がちゃんとできてるのか不安な状態でやってて、最近ちょっとなんかあんまり楽しく
ない状態が続いてたんで、うん、でもなんか今日こう参加させてもらって、そのまあ押し方とか今までやってきたのと全然違うんですごい戸惑いはあるんですけど、うん、なんかちょっとこのやり方でやってみるとすごい楽しくできたんで、うん、このやり方がその自分に合ってるのかなっていうのはちょっと今日感じました、うん、そうですか。で、あとその自分の指を守るためにもこのやり方の方がいいのかなっていう、うんうんうん、今まではこういうやり方やったんで、うん、これって痛めるんやろうなっていう、そうですね、思ってたんで、はい、僕もそれは経験してきたんですよ。反り指で限界を感じたからこれでね、ガチガチ専門でやっていけるというね。そうですね、間違いないですよね、はい、僕も最初は反り指から始めました、はい、うん、ね、え、実際そのガチガチさんが来た時ってどういう心境なんですか？いや、もうやってても届いてへんやろなっていう、なんかでもこう、もう、なんやろ、もう力でって感じですね、うん、力でどうにかしようっていうような感じでやってましたね、うん、テンパりますよね。テンパります、ですよね、うん、そのもう自分のペースで多分できないですよね。できないです、もうなんか変な汗かいて、ですよね。でこう聞いてるのかもわからないし、うん、で申し訳なさもあります、ありますよね。そのせっかくね来ていただいて辛い状態なのに聞かせられないっていう、申し訳ない感はありますよね。なんで今日あのこのやり方っていうのは本当ガチガチさに特化したやり方なので、あのポイントとかもあるので、それを覚えれば必ずその次来た時に前回よりも喜ばせることができます。意外と盛り上がっちゃいましたね。そうですね、思った以上に、はい、なるほど。まあそのガチガチさんには特化してるけども、その冒頭に僕喋ったでしょ、硬い筋肉と柔らかい筋肉のほぐし方っていうのを考え方が分かっただけでも全然違うじゃないですか。だからね、あれなんですよ、うん、ね、そうです使い分けで、はい、幅が広がるんですよ。はい、それでは皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、さよなら。